皆さんおはようございます。今日は2021年8月の29日です。今回は、ちょっとワンオンが起きたので紹介したいと思います。昨日8月21日に EF338V のこちら EF338V のエコトラのトラクターが納車されました。中はこんな感じです。これがアクセル、ウインカー、見えません。まあこんなキャビン付きなのでエアコンもついていてとても快適です。まあこんな感じで、これが昨日ここに燃料入れたとこです。経由で、アクセル、これアクセル、ブレーキ、どうですね。はい、こんな感じです。チャビンが鳴らされて、こちらが今までの芝浦ですね。はい、27馬力。はい。こんな感じの、後ろはこんな感じですね。で、あちらにはもともとあったタヌキがあります。いいなぁ。こちらロータリーです。今回は昨日納車されたトラクターを後ろに、今回はこの辺で終わりたいと思います。もしよければチャンネル登録、グッドボタン、コメントお願いします。はい、皆さんまたねー。